1991年に創業した京水派は、伝統的な和菓子と革新的な和菓子の商品開発を行う会社です。和菓子は、特にお菓子業界は幅広い年代にお客様からご支持いただいております。また嗜好の多様化が、かなり進んでおります。低価格帯、高価格帯、いろんな品質、いろんな種類のもの、お菓子という分野は、結構新しい商品が、世に出る、そういう業界です。1999年には店舗販売、卸販売、催事販売に加えてインターネット販売も開始しました。当社の代表的な商品の一つが笑い餅です。当社の笑い餅はプルプルした食感が特徴です。深入りした、きな粉のこの香ばしい香りを笑い餅にまぶしまして、三角形の形に仕上げて食べやすい笑い餅です。笑い餅と言いますと夏だけという印象が強いんですが、当社の場合は年間通じて人気がございまして、毎日職人が手作りをして丁寧に作っております。当社の水羊羹若竹は本物の自然の竹筒に入れております。このような水羊羹は、京都では伝統的な作り方なんですが、今となっては、こういう自然の竹筒を使って作る和菓子屋さんはとても少なくなりました。こちらは、天皇陛下が長岡京市にいらっしゃった時に、献上いたしました。真ん中に大きな栗が入っており、特別に柔らかく煮詰め、そしてその周りがこしあんで、周りがそば醤油の生地で、包んでおります。和菓子業界はいろいろ変化しております。ですから単に、物を作って売るというだけではなく、これから求める人物像としては新しいことにどんどん挑戦をして学ぶ、そういった方が向いていると思います。